皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日は、淡井圭介からいつものルートの、政治、経済の提案についての2を、録画したいと思います。まあ、ホームページ、淡井圭介の履歴に、まず、ホームページ開いていただいたら、まあ、番号をつけているところがありますけども、その上段のところに、淡井圭介の履歴、前半後半と淡井圭介の履歴に書いてないことと、まあ、そういうふうな、文章、記載しているところがありますけども、まあ、あっちに書いていることは本当のことです。で、まあ、あちらの方に書ききれてないような内容とかも、まあ、いろいろ提案してきて、まあ、一度、まあ、そちらの方を名答していただけたらなと思います、多くの方に。まあ、国会議員の方たちや地方議員の方たちだけじゃなくて、まあ、世界中の方たちに見ていただけたらなと思います。字幕つけようとは思ってるんですけども、ちょっと僕も YouTube の方に関しては、知識があんまり、詳しくないんで、できれば、淡井圭介に会いに来ていただきたい方たちを、全会一致で、いろいろ、名前を挙げさせていただきましたけども、まあ、来ていただいたときに、教えていただけたらなと思います。で、今回は、2011年、東日本大震災の後から、まあ、高島綾ルートで、SD カードなり、USB メモリーなりに、こういうふうに録画した映像と送って、政府の方へ提案だとか、経済界の方へ提案だとか、まあ、そういったことを、していました。まあ、スポーツ界もそうなんですけども、まあ、その中で今日のテーマは、平和ということで、2011年以降、まあ、どういうふうなことを提案していたかっていうことと、まあ、僕自身がテレビのニュースとかを見ていて、どういうふうな形で物事を捉えて、考えていたかっていうのは、ホームページ淡井圭介の歴前半後半、あと書いてないことのところを見れば、わかるかと思います。最初の方、2013年以前の頃は、中国包囲網っていうものを考えて、まあ、私はいろいろ政府に提案してました。まあ、テレビの放送で、まあ、書いてない、淡井圭介の歴で書いてないところを、まあ、あちらがまあ2016年かそれ以降に記載したものだったと思うんですけども、その件について中国の方へ、謝罪してるんですけども、まあ新聞の記事とかテレビのニュースやコメンテーターの人たちの言い方によって、やっぱり感覚って全然変わってくるんですよね。まあ僕の場合は幸運にも若い頃、二十歳になる前ぐらいの頃に、まあ、今の皇室の、今の天皇陛下の成仁様と雅子様が皇太子殿下の頃に来られて、まあ、その時に、まあ、料理を出す、スタッフとして、まあ、対応させていただいて、いろいろお話しさせていただいて、まあ、そこから、まあ、他の皇室の方とか来られたり、政治家の方が来られたりとか、まあ、いっぱいいろんな方が来られてました。まあ、これね、はっきりあんまり思い出せないんですよ。で、記憶も、その当時の政治家の方、誰が来られたとかわかんないんですけども、例えば1999年、大阪ヒルトンホテルの、王朝という3階にある中華のレストランで働いている時に、その前神戸市立ホテルフルーツアーパークで皇室の方たちにお会いして、そこから政治家の方たちとかテレビ局の役員の方とか来られてるんですけども、大阪ヒルトンに勤務地が変わっても、大臣が来られたんですよね。僕に会いに、僕の名前を呼んでくれ、テーブルに呼んでくれて、わざわざ食べに来てくれたと。まあ6、まあ4名掛けのテーブルを、まあ、折りたたみ式で、まあ、羽を伸ばすような形で、円卓にするような形で、まあ、6名掛けで6人で来られていて、まあ、特に SP の方とかは見当たらなかったんですけども、あとテレビ局の関西テレビの役員の千草さんという方ですね、その後、関西テレビの社長になって、まあ、その後、社長を退任されて、あとは相談役員になって、もう現在は役員としていらっしゃらないんですけども、まあ、いろんな方が来られてます。まあ、そういったルート等があったから、
僕が、2010年ぐらい、法律の勉強とかをいろいろし始めて、弁護士さんなしで、裁判、勝訴、取ったり、弁護士さんありで、一回最初取って、それから、どういうふうに書類を書いたりしてるのかとかを、それを見て参考にして、自分で六法全書や都政六法を買って、勉強して、図書館行って、現行法規、現代日本法規とか、ああいったものを見て、自分で独学で学んで、勝訴一件、簡単な労働問題なんですけどね、取ったりもして、いろいろ新聞とかも目を通すようになっていて、政治経済とかでも、いろんなことを世界というよりも、日本の政府は応答して、世界的なところもそうですね、いろいろ提案させていただきました。今回は1からの続きということで、この間1はやっぱり世界のエネルギー問題と、あと戦争、そこからの話で戦争をしているような状況じゃないと、本当に燃料の無駄遣いができない、原油の残存量が残り少ない、ガスもそうです。基本的に天然ガスとは、一で説明した通り、石油の揮発したものが天然ガスです。で、石炭も100年分ありません。ウラン鉱、プルトニウムを作る、原子力発電とか、そういった形の原材料であるものも、現在残りの埋蔵量確認できているのは5万トンのみです。探せばまだあるんはあるでしょうけども、あと世界中で原子力発電所を稼働させる分で4、50年っていうところじゃないかなというところが僕の見通しで、自然再生可能エネルギー、もう最低ラインで日本としては2050年までに2億キロワットぐらい1日に、自然再生可能エネルギーで発電、本当はもっとしたい。で、もっとして、水素とかも作れる方にエネルギーを回していきたい。そういうふうに、計算してます。それには、世界中での、協力体制とかいろいろ必要なことがあって、1の続きで、ロシアとウクライナの停戦ですね。今まで僕はどんなことを提案してきて、日本政府等や、水面下で、もしかしたら経団連の方たちとかテレビ局の役員の方たちからも話しますしとか、マスコミの方からもマスコミ同士で話し、他国へ回して、対応していただいたこととかも、あったかと思います。どういうふうなことがあったかっていうのを、いろいろ提案させていただいた内容で、何が達成できたかっていうのを、ちょっと、ピックアップしていろいろ申し上げていきたいなと思います。ですね、これはホームページにも書いてますけども、オバマ大統領の広島訪問ですね。こちらも私の方から提案させていただきました。交換条件みたいな形で、それも、ホームページ、淡井圭介の履歴の後半か、もしくは書いてないことのところに、オバマ大統領の訪問、私からの提案の部分は記載してますが、安倍総理に、真珠湾の訪問行っていただいたりだとか、そういった行動をこちらもしますからと、そちらも来てくださいと。で、こちらとしても謝罪は要求しませんと。先制攻撃仕掛けたのは日本の方ですから、真珠湾に対して。アメリカの領土内ですね。ただ、その原爆投下の日に広島を訪れて、その被害者の子孫の方たちだとか、そういった会の人たちと握手してほしいと、そういった形で頼んでいて、実際、オバマ大統領、来ていただいて、日本政府の方も頑張ってうまく交渉していただいて、で、握手していただけるどころか、笑顔でうっすら涙を浮かべながら、肩に手を回すというような、被害者の会の方の代表者の方ですかね、肩に手を回していただいて、お互い抱きしめ合うような形で、言葉の謝罪よりも、態度がすごく、世界平和を、雄弁に物語ってるなと、私はもうすごく感動しました。提案してよかったなと思ってます。もともとアメリカの大統領が、その
原爆投下の日に訪問をすることって今までなかったんですけども、まあ、安倍さん長期政権、になっていただいて、まあ、いろんなルートでいろんなことを、まあ、経済のことも含めていろいろ提案して、アメリカに対して、まあ、それまでにもいろいろなことを提案していました。で、日本の見てる目と世界の見てる目と、僕らは戦争を知らない世代ですから、やっぱり感覚ちょっと違うと思うんですよね。日本って原爆を世界で唯一投下された国であって、それも2発、とんでもない被害が出てると。で、その当時、第二次世界大戦って日本とアメリカは総力戦を行って、それこそ消費税 45% ぐらい、所得税ですかね、所得税がね 75% か、なんかね、富裕層の方に関しては、とんでもない税金かけて、もう本当にすさまじい総力戦をフルで、お互い戦って、ミッドウェーの海戦なんてお互いの戦力五分五分ぐらいでしたからね、向こうが暗号を読み取って、情報解析したからこそ、向こうは、爆弾を魚雷に積み替えることが日本が、する前に、空母から発艦する前に、攻撃することができて、ミッドウェーの海戦で、まあ、アメリカは形勢逆転したんですけども、ああいうふうな世界で一番ひどい戦争をした中なんですよね、日本とアメリカが。けど、そういうふうに日本に訪問に来ていただくことによって、それでも友達になれるよと、まあ、2011年東日本大震災の時に、まあ、友達作戦ということをアメリカの方が、まあ、支援していただいて、被災地の復興、協力していただいて、救助もですね、まあ、米軍基地が日本にあるからこそ、できた行動であって、まあ、水面下では、まあ先ほどちょっと中国包囲網の話出てきてましたけども、その件については淡井圭介の履歴で記載してないこともところの件で、まあ、謝罪してるんですけども、それまでにどうすれば中国と仲良くなれるかなっていう部分があって、表立ってのニュースでは中国の核兵器は日本の方へ向いているとか、2012年かそれぐらいの頃ですかね、こっちは東日本大震災でもうとんでもないことになってるのにと、まあ、それまでに僕は阪神・淡路大震災の被災者で家が全壊した方なんですけども、その仮設住宅で暮らしてるんですが、まあ、それは高校2年生の頃です。まあ震災っていうものがいかにものすごい被害をもたらすかっていうのを直に体験した人間であって、でその頃の日本の借金っていうのは470兆円台ぐらいであって、で現在、それまでに新潟で大きな地震があったり、北海道でもありました。で沖縄もそうです。で台風の大きな被害と河川の氾濫、大雨での被害と、いっぱいいろんなことありました。そういうふうな災害によって日本の借金って円高要素等もいろいろあって、少子化もあって、結局1000兆円超えてしまったと。まあ安倍さんの時にいろいろなことを世界に提案して、まあ、ホームページは YKS 系の履歴、まあ、前半後半あと書いてないところ書いてないことのところを見ていただいたら分かるかと思うんですけども、 GDP 少子化の中、団塊の世代の方たちが退職される中、世界の協力によって、為替相場1ドル125円ぐらいの値を認めていただくことによって、日本 GDP 大きく、成長させていただきました。いろいろこう腹割って話すれば、書いてる文章を読んでいただいたら分かるかと思うんですけども、すごく僕ってストレートな書き方してるんですよね。でその方が相手にはっきりと伝わりやすいし、分かりやすいし、で世界は結構協力してくれるんですよね。で長崎原爆投下の日に2017年パンキムン国連総長も訪問に来ていただけましたし、やっぱりエネルギー問題等々を考えると、やっぱり世界中の原発、原発じゃない、原爆は解体して、そのウランやプルトニウム、そういったものを原発の方に回してエネルギーに変えなかったら、もう正直自然再生可能エネルギーの設置が世界中で遅れてます。全然足んないです。特に銅と、まあ、位置でも言いましたけども、鉄鉱石を使わないで
タービンコイルですね、発電できる、太陽光パネル、特に力入れてほしいと。で、雨の日、発電量が落ちるのを補うのが、河川水門開閉式ダム発電だったり、地下水流トンネル発電であると。そういったことを、だいぶホームページ46番の方に、本日4月の、15日です。9月の15日ですかね、2022年の。昨日もね、ちょっと、生活的に、経済的にちょっと苦しいので、パソコンを打ち込んでるのを夜中に、動画アップロードしたら、今パソコンの性能がちょっと悪かったりするので、だいぶ時間かかったりするんですが、何十分も、1時間や何十分かの動画をアップするのに、 YouTube に、それを自分のホームページにリンクさせたりだとか、もうそういう作業とか、名称変更してちょっとでも分かりやすくだとか、文章を記載したりだとか、いろんなことしていてね、昨日は結局徹夜でした。で、そういうふうな世界的な、平和への、なんていうんですかね、上層部の、世界を代表する大国の、アメリカだったり、国連のトップだったりだとか、そういった方たちに来ていただくことによって、本当に凄まじい戦争をしたお互いの中でも、もう一度明るくなれるんですよっていうことを世界に証明できたんですよね、安倍政権の時に。で、その話がすごく今回のウクライナとロシアの停戦に重要な話になってくると思うんですよね。で、その最初中国包囲網の話をしましたけども、僕はちゃんとホームページに書いてる内容を読んでいただいたら分かると思うんですけども、平和志向なんですよね。戦争なんか絶対したくないと。で、習近平国家主席にもいろんなことを提案して、いろいろと受け入れていただいて、で、例えば、電気自動車化に関しても私の方から、世界に提案させていただきました。先にヨーロッパの方でも電気自動車化は唱えられてはいたんですけども、世界的な動き、世界が足並みを揃えなかったら電気自動車化もできないんですよね。どっかがガソリン車を販売してたら、ガソリン車の方が安いですから、どうしても消費者はそちらの方を買ってしまうと。そしたら電気自動車化が進められないと。基本的に原油の揮発したものが天然ガスですので、それをギア比によって火力発電所とかで力の係数を何十倍にも何百倍にも何百倍にも多分引き上げてると思うんですよね。何千倍までは無理かもしれませんけども、そうすることによって、エネルギーの、能力を変えてるんですよね。だから、長くエネルギーが電気自動車化することによって環境も良くなるし、長い間持つと。もちろん私は1000年後の先まで、先進文明が続くように、考えてますので、その辺のところで中国の方と手を組んで、お互いに茶でも方式でいきませんかと、充電のシステムですね、そういうふうなところで、中国の方も OK いただいて、いろんなことを提案して、中国の方もどん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 採用していただいてですね、習近平国家主席、日本の政府通して水面下だったらこんなに話通るんだって、表立ってのその話と全然違うかったんですよね。で、徐々に表立ってその当時日本のことをその悪く言ってたような部分っていうのがなくなってきて、で、僕にとってもこれものすごく残念なことだったんですけども、安倍総理が今年撃たれて、6月下旬ですかね、7月上旬かそれぐらいに撃たれて、でお亡くなりになってしまった、大変残念なんですけども、中国との友好関係に本当に協力してくれて、で頑張っていただいて、そういうふうなことがあって、ああいうふうな形で、ホームページに謝罪を書いたりもしてるんですけども、表立ってのニュースとだいぶ感覚違うんですよね。で、中国とも仲良くできたんですよね。で、イスラム国との戦争は、
まあ、あったと思うんですけども、今から5、6年ぐらい前ですかね、アメリカは陸軍を派遣しないで、現地の人たちを訓練して、まあ、対応、してたんですけども、どうしても地上戦の最終的な制圧、空爆だけだったら、占領することできないんですよね、戦争って。で、どこかがどうしても、陸軍出してもらわなきゃなんないっていう時に、ロシアに打診して、プーチン大統領、その頃ちょっと前に北方領土問題で二島返還の話で、物事進められないかということで政府を通して提案していました。もともと、まあ、領土問題っていろんな国であって、引き分けっていう言葉をプーチン大統領、もともと述べられてましたよね。で、中国とロシアも領土問題が昔あって、引き分けということで、お互いが主張した領土をちょうど半分に分割してるんですよね。で、北方領土問題の時に、まあ、二島返還でうまく話が進みそうな気配があったんですよ。でその時にも僕もいろんなコメンテーターの人たちが出てくるテレビや、とある議員の人たちは四島返還じゃないとダメだという人たちもいらっしゃって、でそこで僕も四島返還の方に話切り替えてしまって、ちょっと話がうまくいかなかった時期があったんですよ。で、ホームページに書いてる通り、その当時、ウクライナの領土の一部を、まあ、自分たちの領土にロシアがクリミア半島を支配下に置いて、まあ、経済制裁日本も動かざるを得なくなったと。でそこで、まあ、その話も、北方領土問題の解決が、まあ、難しくなるような話になってしまった一つの原因ではあるんですけども、まあ書いてる文章を読んでいただいたら分かるかと思うんですけども、いろんなことを、こちらもなんとかロシアとの関係を取り戻そうと、打診していました。でイスラム国のその陸軍を派遣していただけた件について僕このように提案したんですね。司令部の方で、自分の軍に指令を出すときに西側諸国を同盟国として、見て、軍事行動をするように指令を出してほしいと。でそれをテレビで、映像を流してほしいと、そのように、打診してたんですよね。でその時にこちらの提案っていうのを受け入れていただいて、テレビで放送されてます。その時本当にそうおっしゃってくれてます。でプーチン大統領は大統領になる前に実は NATO に加盟するっていうロシアもそういう意向を持ってたんですよね。だからどっかでまあ大統領になられてからいろんなことを経験したりだとか他の戦争とかを見た時にいろいろ考え方が変わってしまって、旧その冷戦時代の頃に考え方が傾斜してしまったのか、そのまあ、ウクライナとしてもその本当の話かどうか、ちょっとそのフェイクニュースかどうか話分かんないんですけども、そのウクライナ領内でその9割のある地域の人たちはロシアの統治の方がいいと言ってたニュースとかも見てるんですよ、私は何回も。で実際のところそこまでの話が来たら統治するのはその地域をウクライナとしてはまあ難しいと、そういった部分はあるかと思います。で最終的に今回の話のこの動画で、まあ、一旦停戦していただいたらどのような形で、領土を、国境線引くのかという話で、いろんな交換条件付きで、まあ、こちらの方で考えた案があります。でそこまでの話をする前にですね、他の話とかも、したいと思います。アメリカがトランプ大統領に代わってからですね、私からの提案の方で、北朝鮮との会談、これを実現してほしいと、これは韓国の大統領の方にも頼みました。で先にその頃は、まあ、現在もそうなのかもしれませんけども、まあ、経済制裁一部、まだ来ちゃって
朝鮮を受けてるんですかね。その水面下で中国の方に北朝鮮の方をバックアップしてほしいということを習近平国家主席、まあ、中国政府に頼みました。そうしないと北朝鮮を孤立化させても、その僕としては西側と東側のその対立構造っていうのをまず払拭したいんですよね。それがなかったら国連として、一枚岩になれない。で、一で提案しましたけども、国連条項の中に国連加盟国はお互い軍事同盟状態であると、そういう内容が欲しいっていうことを提案したんですけども、まあ特に本当は今の世代の人たちって対立構造って望んでなかったはずなんですよね。で、過去との歴史をあまりにも意識しすぎてしまって、まあちょっと行動を間違えてしまったりだとか、まあそういうふうな形に舵を切ってしまったっていう部分、あるかと思います。で、とにかく今回私からの提案の方で国連、中国、いろんな国の方動いていただいて、アメリカもそうですけども、とにかく、まず停戦していただきたいなと思います。で、トランプ大統領もその北朝鮮の方と、まあ、3回会談していただいて、まあ、韓国の方も、ムン・ジェイン大統領の時でしたね確か、まあお互い2人で、キム・ジョンウンさんと2人で、椅子に座って、まあ、話し合いをしたりだとか、国境線越えたりだとか、ああいったこともお互い私からの提案で行ってくれたんですよね。で、これは韓国の人にも日本人がそういうふうなことを提案して、それ韓国の方にもメリットあるし、北朝鮮の方にもメリットがあるし、北朝鮮や韓国がもともと一つの国であったと。で、お互い統一したいんであれば、ホームページの淡井圭介の履歴などには書いてないんですけども、こういった提案も実はしてます。キム・ジョンウンさんが日本みたいに天皇家のような形になって、まあ、政治の方には口は出さない、だけども世界的な平和活動をすると、まあ、被災地へ足を運んだりだとか、で政治の方は、民間の方から大統領を選んで、政治を行うと、こういう形だったらどうですかって、提案したんですね。で、西側諸国も結構放送はバイアスかかっていて、キム・ジョンウンさんのことを悪く言ったりとかすることって結構あるんですけども、まあ、例えばロケ、まあ、弾道ミサイル の、 発射だとか、まあ、アメリカと韓国は軍事演習をしたからそれに対してとか、まあ、あれもああいうふうな形もお互いに、もうアメリカと韓国も燃料の無駄遣いだし、北朝鮮も燃料の無駄遣いなんですよ。とにかく原油の残存量が残り世界的に少なくて、本当にそういうことをしてるのって、金属も結局海の中にミサイルが落ちて無駄になるし、日本も頼みの綱としていたメタンハイドレートも採掘うまくいっていません。あの辺に関しては2011年以降、初期2011年か2012年頃に送った SD カードか USB メモリーで、日本政府の方も、経団連の方も力入れて、なんとか自分たちで採掘できるようにならなあかんということで、葉っぱかけて、もちろん、政府もそのつもりだというところで、政府も本腰入れて、メタンハイドレートの採掘に力入れていくっていうことを当時発表していたんですけども、うまくまだいってません。10年間も経過して、これがね、世界の現状であって、本当に自然再生可能エネルギーで電力、例えば日本だったら2億キロワットぐらい1日で発電できるようにならなかったら、これから先電気自動車化しても先進文明、まあ、200年持つかどうかっていうところになってきて、石炭ガス石油が枯渇した時に、もしくは枯渇する一歩手前で採掘している国がもう他国へ販売する余裕はないと、自分の国へ使わせてくれってお互い仲良くしていても、そういう話になってしまうと思います。ですので、そこまでの段階来たらもう終わりなんですよね。もう先進文明の国ってもう、その頃はまあ多分100億人ぐらいに人口、今アフリカの方では伸びていて、先進諸国では少子化は進んでますけども、アフリカの方とかでは人口伸びていて、まだ人口が増加傾向で、まあ、100億人ぐらいが横ばいになるんじゃないかという予測が私の方だったり、まあ、まあ他者の見解でもまあそうですね、まあ表立っての見解でもまあそういうふうな形になっています。そうなってからだったら遅いんですよね。だからもう世界中で国連という規模でみんなでまとまらなかったら、もう余分なエネルギー使ってる状況じゃないんですよね。で、極論
その位置でも言ったかもしれませんけども、向こうが総括編、私のホームページは YKSK の歴46番河川を、河川水門開閉式ダム発電のところの向こう側総括編で申し上げてるんですけども、仕事で使う人と、あと有名人以外には、あの、免、まあ、車の販売を許可しないっていう形ですね。できるだけ電車を使う。あと一部の過疎地とかでバスがもうほとんど走ってなかったりするようなところは免許の交付を認めるとか。日本だったらほとんどの人は電車で移動できるし、日本は少子化が進んでいきますので、現状今の状態だったら東京とか大阪の人は車を、映像乱れましたが。まあ、今の、状態では全員が全員電車に切り替わったら今度電車の方の混雑の方が、まあ、パンクしてしまうような形になってしまうと思うので、そこまではできないんですけども、だから一部の人に免許を与えるぐらいがちょうどいいぐらいの形で、少しでもガソリンやガスの消費を抑えていくと。それね、それはバッテリーの取り合いにもなりかねないので、それ世界中でやっぱり協力していかなかったら、バッテリーの取り合いになって電気自動車が、まあ、バッテリーが世界的に回らなくなったりすると思うんで、例えば、まあ、私のこれ提案なんですけども、これは経済界への提案なんですけども、パソコンやスマートフォンを生産しているところで、特にパソコン、ノート型パソコンであったとしてもバッテリーなしで、使えるパソコンを作ったりしませんかと。まあ、ホームページにそういうような内容を上げてますけども、結構自宅でしかパソコンって使わないんで、まあ、世界的に多くの方が、事情をテレビでいろいろ呼びかけて、理解していただいて、そういうふうに動いていただいたり、で太陽光パネルを位置でも言いましたけども、しっかりと生産スピード今の100倍ぐらいに上げて、日本だったら琵琶湖とか、あとダム、大きな池とかですね、浮体式のものもありとあらゆるところに、設置していったり、もう屋根の上は当然ですね、日照効率がどうのこうのじゃなくて、直接電線とつなげて、まあ、例えば自分の家に自分でお金を出してソーラーパネルを買って設置した人だったら売電でいいと思うんですけども、まあ、太陽光パネルの方の設置の義務化を東京都知事の小池さんに行ってもらってるんですけども、もうあれもすぐに施工していって、面積云々なんかもうどうでもいいんですよ。もう全てのところ、駐車場含めて太陽光パネル設置していかなかったら2億キロワットなんか、弾き出せません。あと河川水門発電とかももちろんありますけど、あれは基本的に雨の日に電力を太陽光パネルの足らない分補う、あと当てになるのは風力発電、今のところ有力なのはこの3つですね。川崎重工さんの方で、海の中の潮流発電に関しては、まあ、担当してもらって進めてもらってます、進めてもらってるんですけど、もう10年ぐらい前からですね。まあ、そういうような形で世界中で日本と同じような動きしてもらって、例えばアメリカだったらグランドキャニオンとかありますから、ああいうふうなところだったらあたり一面、太陽光パネルを敷き詰めれると。で本当に世界中で生産能力を上げて、太陽自然再生可能エネルギーで多くの電力を賄って、さらには、まあ電気化ですね、まあガスのコンロじゃなくて電気のコンロとか、電気でシャワーの湯を温めたりだとか、そういうふうな形を作っていかなかったら千年先進文明持たなくなります。世界中で物流止まったらもうみんな餓死、90億人ぐらい餓死するかと思います。で生き残れるのは文明の発展しない井戸とかを使用していた自給自足している部族の人たちだけ、まあ、そういった世界になってしまうんでね、それまでに余った電力で、自然再生可能エネルギーで余った電力で、まあ、大きな池ダム等に蓄電しておいたりだとか、水素を、海から取り出す、海には、まあ、6万年分の、世界のエネルギーの量の水素が眠ってると言われてるんですけども、これは年数が経過していくうちに増えていきます。
海底火山とかあちらの方が、水素、いろんなもの、エネルギーに変えれるような養分のものを、出しているので、とにかくそこまで、世界中で全力を尽くして、到達しなきゃなんない。それも早い段階に。で、200キロワットを日本としては2050年じゃなくて2040年までには達成したいっていうところが、本音ですね。だから本当に100倍ぐらい生産能力を上げてもらわなきゃなんないのと、今の為替相場だったら日本で太陽光パネル作った方が安いんじゃないですかね。中国から今輸入が多くなってますけど、もともと2000年ぐらいの頃まではね、日本がまあ上位5位のうち世界の太陽光パネルの生産って数社が日本で、1位は日本のメーカーだったと思います。一時円高の時期があって結局まあそういうような形になったんですけども、結局ねこれも日本の為替相場うんぬん、安いうんぬんとかじゃあ根本的に本当は話違うんですよ。ただ経済原理っていうものが世の中どうしてもつきまとうんで、世界中でとにかく太陽光パネル生産して屋根の上だとか、まあ、駐車場にも屋根作るような形を作っていただいて、柱を置いていただいて、まあ、屋根設置してもらって、その上に太陽光パネルを敷き詰めていくと、まあ、河川の上も敷き詰めてもいいんじゃないかなと思います。まあ、真ん中に柱入れなくてもいいようなところはね、川幅が狭いところ。で、両サイドからちょっと川よりも太陽光パネルを設置している屋根が、幅が狭くて両サイドから雨が落ちていって川の中に流れていくような形が望ましいかと思います。そうですね、キム・ジョンウンさんの方にもまあその習近平国家主席との首脳会談、私の方からも提案させていただいて、で他にも経済的なところも日本との関係が良くなったら、まあ、こんなんありますよ、あんなんありますよっていうことで、いろいろな提案もさせていただきました。で、実際に、もう何年も前ですけども、習近平国家主席と、キム・ジョンウンさん、首脳会談、行ってますし、トランプ大統領も首脳会談に行って、ムン・ジェイン大統領の頃にもああいうふうにお互い国境をまたいで、まあ、お互い腹割った話をしていただいてと、まあ、すごく良い内容っていうのはいっぱい私の方から提案させていただいて、達成させていただいてます。とは世界の平和関係でいうとカシミール地方ですね。あちらの方の地方はパキスタンとインドと中国は昔から小競り合いをしていて、まあ、ちょっとした紛争が、絶えなかったんですけども、まあこれからは、友好関係ということで、まあ、中国と、まあ、仲良くしてもらったりパキスタンと仲良くしていただいたりとか、まあ、その辺の話も、まあ、ある程度うまく進んで、まあ、パキスタンの方で誰かが、首相か何かに就任した時にインドの方からお祝いの電話を入れていただいたか、インドの方で誰かが、もうだいぶ前からずっとモディ首相でしたので、パキスタンの方へインドの方から電話をかけたのかな、まあ、どちらかがね、どちらかに祝電の電話を入れるというようなところまでね、関係良好化することができました。もともと陸続きで国境が横隣のところって昔から何かいさかいがあって、まあ戦争問題が昔から付きまとってるんですよね。で、昔のことにはもうこだわってもいいことなんか全然ないですから、まあ、これからの時代は世界中で協力関係だということで、まあ皆さん動いていただけたらなと思います。で、そうですね、まあもともとこういうふうなことを提案する勇気をいただいたきっかけっていうのは、まあもともとインドは日本の親日国って言われてたんですけども、新聞とかテレビのニュースでねちょっと違うような内容が流れていたりだとか、まあそういったものを見たときに、
本当にあの新聞やコメンテーターの人たちの言ってるあの新日国として見ていいのかと、これまずいんじゃないですかと、まあ、外交と言いましょうか、まあ、友好関係なんとかなりませんかということで、提案していただいて、提案したところ、平成の天皇陛下、がその当時、2012、2、3年ぐらいですかね、ちょっともう何年か忘れたんですけども、インドに、訪問していただきました。ちょっとね、ここ50周年か60周年か何かそういうちょうど節目の時で、まあ、良いタイミングだったんですけども、そこから、まあ、インドとも話がよく、通るようになりましたし、まあ新幹線だったりだとか、まあ、ゆくゆくはリニアモーターカーとかの話になってくるかとは思うんですけども、そういうふうな話とかも、進めさせていただきました。で、あとはですね、世界との友好関係なんですけども、日本のもともとの首相である鳩山由紀夫さん、まあ、もともと民主党の方ですけども、中国の世界銀行の理事に、こちらから提案させていただいて、入れていただきました、役員の中に。これは日本と中国の友好関係を示す方向性っていうのを、しっかりと銀行同士でも対立あんまりしないように、効率悪いことをしていた。世界は経済でつながってますから、リーマンショックを見ていただいたら分かる通り、どこかで何かがあったら連鎖して世界の経済悪くなっちゃうんですよね。で、日本みたいに、世界第3位の経済大国がもし国ごと丸ごとデフォルトするようなことがあったら、もう世界中でものすごいことになるでしょうね。昔の世界恐慌みたいな形になると思います。世界中で株が紙切れになるような会社が、ドミノ倒しで増えて大変なことになってしまいますので、もう経済でもつながってるから、戦争なんかそこのそういう部分でも喧嘩してる場合じゃないんですよね。もうお互い仲良くですよ、本当に。で、こういうふうな話を世に発表しようと、私の方で YouTube で、載せて世間に発表しようと思ったのが、やっぱりそうすることによって表立ってのニュースとだいぶ違うところあると思うんですよ。で、末端の人間からの提案っていうのも、まあ、もちろん日本の政府を通して総理とか動いてくれてるから、まあ、友好関係うまくいったりしてるんだと思うんですけども、そういうふうに状況って変わっていくんですよね。だから、もう戦争が始まってしまったものですから、もうある程度のところは仕方がないと。とにかく戦争を今終わらすことっていうことがすごく重要であって、とにかく停戦ということで、世界の皆さん、ご協力よろしくお願いいたします。まあ、経団連も含めてですね、経済理事会、世界の経済理事会ですね、国連の経済理事会ですね、そういったところも含めて、国連の、議員さんの方たちも含めて、そういうことですね。もう中国の方も本当にいろんなこと提案して、本当に協力してくれてます。一時私も経済のことばかり考えてましたから、海外からのインバウンド、まあ、旅行のお客様ですね、年々増やしてほしいと、そういうことを提案したら、年々増加、増やしていただけました。向こうの方でも旅行会社さん動いていただいて、それはもう中国政府主導で日本への海外への、まあ、旅行客、増やしていただいたり、しています。で、もうここへ来てエネルギー問題等がありますので、あんまり世界中でね、もうこれは日本と中国だけじゃなくて世界中いろんな人たちが世界中飛び回るのはどうかなっていうところ正直あると思います。だからもう経済今の段階っていうのは一辺倒じゃなくて、エネルギーの残存量、金属の残存量を念頭に置いた、政治や皆さんの動きっていうのもしていかなきゃならないかとは思います。あと世界の友好関係なんですけども、オバマ大統領の時にキューバと、アメリカ その国交正常化、盛んに動いていただいて、かなり良い結果、出てたと思います。で、トランプ大統領の時に、まあ、ちょっと党が共和党と民主党でオバマさんと違うということがあってなのか、まあキューバとの関係、女がちょっとこじれるような部分があったときに、
これは、まあ、私のホームページに記載してますけども、淡井圭介の履歴のところに、まあ、日本もキューバに手を差し伸べることによって、まあ、アメリカもキューバと敵対関係にならないでほしいと、まあ、トランプ大統領の方にお願いして、まあまあ、状況緩和されていったりだとか、まあ、トランプ大統領も民主党とか共和党とかじゃなくてアメリカ政府としてどちらの党の方が大統領になられても、世界平和動いていただけています、まあ、トランプさんの場合だったらその北朝鮮との3回の首脳会談ですね、まあ、ああいうふうな形で、事態の良好化、まあ、そういったところもそうですし、まあ、私からの提案では中国での約2-3の賄賂の摘発ですね。で、ああいったことをもう中国政府は本気で行って、で、それを特に盛んに行っていたのは遼寧省であって、で、その当時ウクライナから、空母を引き取って、まあ、再度、組み直すか何か、それで、まあ、中国が初めて空母を持つ の頃の、だったと思うんですけども、それで、とにかく賄賂が蔓延すると世の中大変なことになるから、まあ中国の方も摘発しっかりした方がいいということで、一番摘発に力入れていただいた遼寧省から空母の名前を、遼寧というような形で私の方から提案させていただいて、その通りになっています。だから、災害救助にあたってこれから先の時代は戦闘機を空母に乗せるんじゃなくて、日本でも、空母を増やしましたけども、東日本大震災を見ていただいたら分かる通り、陸路が遮断されます。で、とんでもない地面の断層が出来上がって数メートルの、あれも日本の復旧のスピード、1週間で道路開通させましたけども、1週間も飲まず食わずなくて無理ですし、津波もありましたので空からの救助が必要になってきます。だからヘリを乗せる空母っていうのが絶対に必要になってくるんですよね。特に地震が多い日本にとっては、まあ、防災、まあ、災害大国よりも防災大国でありたいというのが、まあ、私の本音でありまして、まあ、空母を作ることを進めさせていただきました。で、大量輸送ができるオスプレイについても、あれはメインはやっぱり災害救助ですね。多くの物資がやっぱり載せれますから、まあ、その辺のところについても表立ってのニュースでコメンテーターの人たちとか、まあ、お互い変に警戒したりだとか、まあ、そういったお互い国家間がギクシャクするような内容とはあったと思いますけども、意図っていうものをはっきりとこちらの方から言わせていただいて、あ、そういうことだったのかで済む話だと思うんですよね。で、水面下では中国の方にも提案するのが、もし東京都で大きな関東大震災みたいなものが発生したら救助に駆けつけてほしいと。その人口規模が全然違うんですよね。関東圏内って人口が、まあ、4000万人ぐらいか5000万人ぐらいいて、まあ、発生地点にもよるでしょうし、まあ、津波が発生するかどうかにもよるんでしょうけども、まあ、阪神淡路大震災で本当に全壊とか半壊とか大きな被害を受けた方が、まあ、50万人ぐらい、いらっしゃったと、まあ、僕も含めてなんですけども、東日本大震災でもそれぐらいでした。だけども東京都みたいに、あと周りに近隣の神奈川県や千葉県も人口多いです。ああいったところで大きな地震が発生したら助けなきゃならない数が桁が変わってくると思うんですよね。100万人でも効かないと思います。全壊半壊とか、そういう大きな被害を被る方が、だからその時にアメリカだけ その友達作戦でどうにかなるか、日本全国から救助隊が駆けつけてどうにかなるかって言ったらもう絶対どうにもなんないんですよ。で、そんだけ大きな、被害が発生すると世界中の経済もかなり危険なことになると思います。世界中で、いろんな物流、生産止まったりだとか、そういったことも発生すると思います。で、そういったことを含めて本当に日本と中国、両方関係っていうのも、思っ
表立ってアピールしていって、中国軍 の, あの人民解放軍が物資を輸送しに来てくれたり、助けに救助隊として助けに来てくれたりしてくれるような状況じゃなかったら巻き返すことって、難しくなってくると思います。で、巻き返すのが遅ければ遅くほどエネルギーの消費っていうのは、余計に増えてしまうと。で、自然再生可能エネルギーっていうものをもう一度復旧していかなきゃその当時は、ならないような状況になってるかと思います。で、あとまあ驚かれるかもしれませんけども、ホームページにこれも確か記載してたとは思うんですけども、平成の天皇陛下から今の現在の成人様、当時皇太子殿下だった成人様にその皇位、まあ、生前上位を、進めさせていただいたのも私です。で、元号もまあ令和か紀和かどちらかがいいんじゃないかと。表はだってその当時に私が表舞台にテレビに出ていたら紀和で、そうじゃなかったら令和というような形で提案していました。まあ和という文字を使ったのは、まあ、日本はもともと和風、まあ、和の国と、まあ、言われてますけども、まあ、みんなで、まあ、まとまるという意味ですね。だからこれは日本一国だけじゃなくて世界全体もそうであって、まあ、今回のウクライナとロシアの戦争も本当は国連という形で東西の冷戦時代に戻るんじゃなくて、国連という形で世界中がまとまると、まあ、これはもう共通認識で、お持ちになっていただきたいなと思います。で、最終的な結論ですけどももともと本当にこれが事実であって、その停戦合意をした後領土の問題が出てくるかと思うんですけども、これもフルオープンで多くの人が淡井圭介がどんなメッセージを送ってるかっていうのを実際見ていただいて、確認取れるかと思うので、ホームページに、本日9月15日ですけども、まあ、近いうちに上げようと思ってます。まあ、ちょっとパソコンの機能が低くてですね、すごく時間がかかりますので、アップロードしたりするのに、まあ、今日中にできるかどうか、電気代の、まあ、生活状況とかもあって、夜の10時以降だったら電気代が確か安くなっていたので、基本的にパソコンは夜の10時以降に使おうとしています。そういうふうな生活してますので、今日中にできるかどうかはちょっとわからないんですけども、それとこれは西側諸国の方たち、いや、まあ、日本人の方たち、一般人の方たちも含めて、まあ、世界中の人たちにも含めてはそうなんですけども、いろいろロシアにも提案してきた時、イスラム国の時にも陸軍派遣してくれたりとか、まあ、協力していただけたり、もともと親日家の方なんですよね。だから日本としても何かトラブルあった時に間入っていきたいっていう、まあ、入って行くのに、まあ、うまい状況を作れるんじゃないかなと、まあ、そういうふうな形の部分もあって、習近平国家主席が、まあ、もうすぐ3期目、まあ、濃厚であるという話になってますけど、これも僕からの提案で、そうさせていただいてます。いろいろ話通したらすごく中国も協力的に協力していただけてるので、できればもう話通じやすいような方がトップに長い間いていただいた方が世界まとまりやすいんで、お互い損することも少なくなりますし、まあ、そういうような形で、提案していただいてます。だからプーチン大統領や、習近平国家主席、ああいうような形で任期が長いような話になっています。だから岸田さんも長い間総理していただきたいですし、まあ、安倍さんの歴代1位の任期を記録を更新するなら、僕は小泉進次郎氏を、推薦しますし、提案しますし、まあ、それはある程度若くないと、あそこまで任期が長かったら、やっぱりなかなか任期、歴代1位の任期を超えることはできなくなりますから、あんまりその高齢者の方が、その、議員にいることっていうのはどうかなっていうところが、まあ僕にはあります。まあ社長や会社の役員の方たちもそうなんですけども、まあ理事も役員ですが、
っていうのは仕事の絶対数って日本も正社員雇用って昔から少ないんですよね。竹中平蔵さんが大臣の頃に正社員の雇用者数が、2,470万人分だったんですよね。であとはもう非正規なんですよ。パートタイマーだったり、まあ歩合の人たちや出来高制の人たちだと思うんですけども、やっぱり正社員雇用じゃなかったらボーナスとか人材派遣会社だったら今でもやっぱりボーナスとか出ませんし、停止の特殊者になってしまいます。で、そういう本当は人材派遣会社もボーナスを出るような形にして、中間所得者層っていうのを増やしていかなきゃないんですけども、まあ、それはちょっとまた別話になってきますので、今度作る、淡いケースからのいつものルートで政治経済の提案、まあ、3か4かそれぐらいで、まあ、政治の経済の部分で、また、いろいろと申し上げて、アップロードしたいなとは思ってるんですけども、そういうふうな形で西側諸国である人間からの提案も東側諸国 そのトップの方たちとかも受け入れていただいて協力していただけているので、とにかくこのことを世間に、広く認知していただいて、今更この時代に西側諸国東側諸国に分かれて、対立する場合じゃないと、まあそういうふうなことですね。あとまあ西側諸国と東側諸国での対立というわけじゃないんですけども、サウジアラビアの国王に日本に訪問していただいたりだとか、ああいったところも僕からの提案です。まあ自然再生可能エネルギーの普及が進んだり、原油がもしなくなった時の状況とか、そういったこともいろいろと提案していて、それに備えての、まあ、経済的な部分だったりだとか、地下水流発電、地下水流トンネル発電に関しても、まあムハンマドさんに、提案させていただいてます。まあ、ダムを人工的に作ってデモというところになってくるのか、まあ、ちょっと詳細は私の方では今のところ情報不足で分かんないんですけども、そういうふうな形でですね、世界中での、友好関係を深めるような話っていっぱいあります。で、メキシコの麻薬戦争ですね。あちらの方も私から提案させていただきました。メキシコの麻薬戦争っていうものが昔あって、アメリカも軍を派遣して、鎮圧等に向かっていただいたんですが、まあそんなに多い数じゃありませんでした。で、現地はどんな状況かって言ったら、警察官の所長が殺されたりだとか、警察官がギャングから賄賂を受け取って私腹を肥やしていたりだとか、まあそういった状況でしたので、メキシコの方へ、提案させていただいたのが、家族を殺されたりした人たちに重火器を持たして、ギャングと戦ってもらったら良いと、まあ雇用するような形で、そういう内容を提案しました。その身内とか殺された人たちであればお金で動くことがない、つまり賄賂を渡されてもそれは跳ね返してしっかりと、ギャングと、戦っていただけると、マフィアと戦っていただけると、まあ、そういった内容を提案して、まあメキシコのその当時の大統領からでは、まあ、私はその当時毎日、新聞全国紙5紙名頭しましたので、日本がそこまで思ってくれてるとは思わなかったというような言葉をその当時のメキシコの大統領に、おっしゃっていただいてます。で、まあそれで、まあ、こちらとしてはシェールオイルを、日本も掘らせてほしいと、そういう技術を獲得したいということで日本の石油メーカーに掘りに行ったんですけども、やっぱりアメリカから特許料を払ったりとかして、教えていただいた方が良かったみたいですね。掘るの失敗して、大赤字、出してしまいました。まあそういうような、まあちょっとした経済的な失敗談とかもあります。
あとはイージス・アシェアですね、その内容も私の方から提案させていただいたんですけども、国会での議論とかテレビの、コメンテーターの人たちとかの話、北朝鮮から の、 ミサイル発射だとか、敵基地破壊能力を持つのか、トマホークとかですね、ああいったミサイルを日本の自衛隊を持つのかどうかとか、そういった話もいろんなこじれた話を見てると、イージス艦をじゃあ増やすぐらいだったらイージスアシアの方が安くで済むとか、結局変な話になるんですよね。結局本当は世界的な友好関係でイージスアシアも本当はいらないで、世界的に軍備を国連条項にある通り、国連条項に世界中のその軍備の縮小っていうのは明記されてるんですよ。本当に軍備縮小していかなかったらエネルギー不足になって世界中先進文明が維持できなくなって、餓死者が90億人ほど出るような世界になってしまうと。それが私の将来の見通しですので、とにかく戦争な論外で、それどころか世界中の、とにかく知識ですね、法律っていうものがいかに大事であって、シビリアンコントロールっていうものをしなくちゃなんないかっていう部分と、あとは国際司法裁判所をいかに機能させていくかっていう部分もありますし、ロシアとウクライナの話になりますけども、そのロシアの住民の人たちが多い地域に関してはもうロシア側で国境を引いてしまったらいいと思ってます。私としてはそのロシア側の人たちの方が多い地域に関しては遠くから統治が難しくなるからです。その代わりそれ以外の地域で被った被害っていうものを保証していただくか、これは永久約束として、最大でも今のガスの価格でこれ以上の価格には上がらないようにして、ガスを止める止めないなどの脅しを中国ロシアは絶対に、ウクライナにしないというような条件で、国境線引いてみてはどうでしょうか。プーチン大統領 の立場と、私は第三者として物事を見てるんですけども、プーチン大統領にはプーチン大統領の立場がある、ゼレンスキー大統領にはゼレンスキー大統領の立場がある、で西側諸国には西側諸国の立場がある、東側諸国には東側諸国の立場がある。でこの意見をぶつけ合っても折り合いつかないんですよ。だから今回も、私が申し上げるのは引き分けっていう内容ですね。で、日本としても二党返還っていう形で、国会の方も、どの党の方たちも意見統一しておいてください。そうじゃないと僕の方も国会のニュースをあんまり見すぎて四党返還の話をされてる方たちが、たくさんいると自分の意見が変わっちゃう時があるんですよね。だから本当は僕も二党返還を、いや違いますよ、国会議員の方たち、四党返還の方たちを主張されている方、いや無理ですよと、いや住んでる人たち見てくださいと、二党、エトロフ島ですかね、ハムマライシコタンとか、四島ありますけども、大きなところの島、二つのところ、ロシアの方たちいっぱい移住してますよと。急にあそこで四党返還なんかして、それはそこに住んでるロシアの人たち、何人になるんですかっていう現実的な問題がありますから、やっぱり二党返還ぐらいがちょうどいいんですよね。だから国家の利益だけじゃなくて住んでる人の、立場っていうものを考えていただきたいと。これはロシアにも言えることですし、ウクライナにも言えることです。これはアメリカにも言えることですし、ヨーロッパの方たちにも言えることです。中国にも、言えることですし、だからもう今からの時代はやっぱりもう国連でまとまらなかったら、やっぱりもうエネルギー問題、金属の残存量問題乗り切れませんよ。で太陽光パネルをたくさん世界中で敷き詰めなきゃなんないのは、結局普通のガス火力発電に関しても風力発電に関しても、銅を使用するからですよ。で銅の残存量って世界中で約、2000万トンほどで、鉄鉱石関係だったら800
600億トンぐらいあるんですかね。銅って貴重なんですよね。だから世界中でオリンピックとかで銅メダルとか出回ってますけども、まあ、金もそうなんですけども、金って、機械製品の基板とかに、使ったりします。ですのでオリンピックで金メダリストの方たちとかも、まあ売りたい方はどんどん市場に売っていただきたいなと思います。そうじゃなかったら金の価格高騰してしまいますし、また家電製品の値段の高騰につながってしまいますんでね。変な呼びかけですけども、ちょっと経済の話がごっちゃになってしまってますけども、銅メダルとかも売っていただける方は銅も金も売っていただきたいなと思います。まあ、銀に関しても有効な金属としての活用の方法とかもあるかとは思うんですけども、まあその辺も同じですね。ちょっと違う経済の部分の話もスポーツ関係の話も入ってしまったんですけども、これが、私からの、ウクライナやロシアへの、提案です。プーチン大統領、ゼレンスキー大統領、いかがでしょうか。この辺で、話を収めていただけたらなと思います。将来のエネルギー問題を考えるとかなりロシアには頑張って穴掘ってもらわなきゃなんないし、今世界で一番深いところまで穴掘ってるのはロシアで、今も地下1万5000メートルまで掘ってるんですよね。で、北極圏とかの採掘もしてもらわなきゃなんないし、それによってガスや石油を供給してもらわなかったら、まだまだ自然再生可能エネルギーの見通しなんかついてないし、本当に国連レベルで世界中の政府が本当に自然再生可能エネルギー本気で舵切って、例えば日本でも会社の内部留保って500兆円ほどあるんですけども、まあ人材派遣会社もちゃんとボーナスを支払ってあげるように、派遣会社にそこの責任を持つんじゃなくて、派遣会社を、派遣してもらってる会社の方がですね払っていただく、まあ、そういうふうな社会にしなきゃなんないし、中間所得者層を増やしていくと、その方が景気も良くなりますし、それとあとエネルギー問題の解決ですよね。まあその辺のところも本当にうまくしていかなかったら、日本だって消費税上がりっぱなしなんかもうみんな無理ですし、まあそういうわけで私のホームページに私からの提案でああいうふうな所得税率とかも掲載させていただいたりしてるんですけども、本当はああいうふうな形が正解なんじゃないかなと思います。で、あんまりちょっと今話進めすぎると、まあスポーツ関係の話やスタジアム関係の話とか経済の話の関係になってしまいますね。